フライングホットケーキをご覧の皆さん、こんにちは。MC ラクーンです。皆さんはモンスターズ・ユニバーシティという映画をご存知でしょうか？この映画はモンスターの世界で怖がらせ屋になるために主人公のマイク・ワゾースキーが大学に入学し、そこで奮闘する映画なんですけども、その怖がらせ屋っていうのは人間の子供の部屋へ通じるドアがあって、そこにこうモンスターが入り込み、子供たちにこう悲鳴を出させる、怖がらせることによってその悲鳴を出させる、それがエネルギーに変換し、それをモンスターの世界でエネルギーとして活用している、そういう職業があって、それはもうこの世界ではみんなの憧れなんですよ。でこれにその主人公のマイク・ワゾフスキー、マイク・ワゾフスキーはなりたくて、それで大学でこう勉強したり鍛えたりすごい頑張るんですけど、でも中盤で、あなたは怖くない、あなたはモンスターとして怖くないから怖がらせ屋にはなれません、そう突きつけられるんですね。でここまで見たら、まあ別に青春映画として、まあいい映画だなと思うんですけど、いやちょっと待てよ、おい、それちょっとおかしくねえか。いやだってマイクって怖くね。冷静に考えてみてください。緑色の一つ目のね、その体からさ手足が生えた一つ目のモンスターですよ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。そんなのがリアルに出てきたら、子供だろうが大人だろうが、いやめちゃくちゃ怖いですよ。ビビりますよ。相方のね、サリーって言いますけど、サリーはそのモンスターとして、モンスターっていうかな、生き物として怖いと思うんですよ。でかいし、まあ、こうクマみたいなね体型だから、そういう意味でなんかすごい怖いけど、でマイクはなんかこう不気味な怖さ、もう背筋が立つような怖さを持ってると思う。なので今日はそのマイク・ワゾフスキーがリアルにいたら、それを着ぐるみ、ディズニーランドとかディズニーシーとかでそのマイクの着ぐるみを着た人たちの画像をネットでたくさん集めてきました。なのでそれをね、みんなに見て、実際にマイクがリアルにいたらこんな感じなんだぞっていうのを知ってもらいたいなと、そう思ってね集めたんで、ぜひとも見てください。それではどうぞ。怖っ。いや怖すぎません？まずさ、これそのディズニーランドとかのパレードでこういうの歩いてるんですよね。まあ、それもちょっと、そのもうちょっと可愛い方にデフォルメできなかったのかって思わなくもないけど、普通にねめちゃくちゃリアル側に寄せてんじゃんっていう、それもちょっとおかしいんだけど、まあでも実際にリアルにマイクが世の中に現実に現れたらこういうことになるんですよ。めちゃくちゃ怖い。それに去年かな、今年か忘れたんですけど、
テレビ番組の水曜日のダウンタウンっていう番組があって、その番組の中で起きたら人がいるが結局一番怖い説っていう説があったんですよ。だからその芸人さんとかが寝てる横でずっと立ってて、で怖がらせるとかじゃなく、ずっと立ったまんまその人が起きるのをじっと待つっていう、そういう実験をやってて、でそれで起きたら人がいて、もうみんな腰を抜かしたようにビビりまくってたの。そういうね、ドッキリみたいなのをやってたから、だから結論を言えば、結局モンスターだろうが人だろうが枕元に立ってたら大体怖い。これです。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。